久しぶりでございます。ヒノの気持ちミュージックラブ、皆さんこんばんは。今なんだざすだだざすってもう初心者の方が入ってくれることで私自身もね気づかなかったこと。西田と妹です。はい、今日、今週もよろしくお願いいたします。今日は美女だらけやから今日ほんまちょっと緊張してます今日ほんと緊張してますね。緊張ちょっとね歯が痛くて。あ、なるほど。そう、何の言い訳してんねん。はい、皆さんこんばんは、ごきげんよう。いかがですか。毎週金曜日はドリューナビがお届けするお届けするフライデーシューチュッ。声もですね、元気だから声を大きくしてるんじゃないんですよ。声を大きくしてるから元気が出てくるんですよね。なかなかいいことでしょ、ね、滑舌が悪いとかこう噛む人っていうのはすっごい次のことばっかり次のことばっかりここにかか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 わけわからないっていうな。なんと怖いですよ、和歌山が誇る48歳、美魔女、輝く魔女というその代表をしております、翔子ちゃんでございます。もうみんな知ってるし、みんな知ってるし、僕と同級生ですからね、はい、まあそれでこの微病今日の看板娘の看板男のコーナー。はい、皆さんこんばんは、ご無沙汰しております。すいません、今から見てるあなた勘違いさせてくださいね。僕は正真正銘の正真正銘の男でございます